はい、今日もあなたと百姓天国。本日は2020年7月4日土曜日ですね。さあ、そういうことで雨が降ったり止んだりですね。さあ、育苗ハウスがこの感じでね、ズドンズドンズドンと、もうキャベツやら何やらブロッコリーなどなどね、スティックの2番手、レタサイなど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 いろいろですね、もうバンバン種まきが本格的でございます。今日もこれから種まきね、もうほぼ本命かなと。7月4日、今日はねズドンといきます。約1000株以上ですね。さあ、そういうことで種まきに追われております。もうこれからですね、もう7月は育苗して、8月入りましたらね、7月の終わりぐらいから、もう7月の終わりからね、毎日何かをまく、毎日何かを植え付けるということです。それが9月の末までほぼ、連続で、ずっと毎日ね、ほぼ続きます。もうすべての野菜をね、来年3月分までね、作付けるというのが秋冬栽培でございます。さあ、そんなわけでございまして、あれ、これがこう見てもらって分かるんですけど、もうすごいんですよ、あの蚊がね。この時期どこ行ってもそうですよね。関東でもそうだし、この中部に来ても蚊だらけですよね。この時期はね、しょうがないです。さあ、そういうことで、今から育苗するわけですけど、この土ですよね、床土、まあ育苗のバイトって言いますけど、こういうやつ、私はね14号のペーパーポットでね、こうやってどん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 作って、今日10枚以上、1000株以上巻きますけど、これのね、バイドの土を今から作りますがね、今からそれを私のやり方でね、まああのこの有機栽培においてね、育苗の土をどうするのかっていうのは、もう多分いじくらで最も難しい課題の一つです。で、我々は化成肥料を使いませんので、よいしょ、あらら、草、ちょっと。ホームセンターなどにね、確認して、そういうものをやらんといかんわけですけれども、よいしょ。これですね、私が使ってるのはこれ。これね、バットグアノ入りっていうこれと、これをまず1体ですね。これはコメリで売ってます。ね。コメリ。でこれは近くのバローっていうところですけども、この有機培養土、ただね、この有機培養土は質はバラバラです、正直言ってね。で、千葉で使ってた有機培養土の方が私にはいいです。ですからそれを今取り寄せようと画策しております。なんとかねしたいと思っております。ただどうなるかわからないですね。やっぱり千葉と中部だとおそらく証券が全然違いますので、ホームセンターにおいてね、でこれを1対1で混ぜて、あと黒土を1体入れます。この黒土もね、皆さん使っている方おられると思いますけど、これはまあ近くのホームセンターで黒土買う。これね、焼いてないので、腐ってできます。で、非常にやりにくいです。いろいろですよね、質だとかそういうものはね、各ホームセンターの取り扱いのそのあれで違ってきますので。あともう一つ言わせてもらえると、例えばこの黒土とかあるじゃないですか、ホームセンターの駐車場とか屋外に出しているものはできれば買わない方がいいです。なぜか雨がズドーンと入ってね、買ってきたはいいけど、これがゴロゴロだったりしますね。そういう意味ではね、もうある意味自分でね判断してやっていくしかないのでね、そういうことでございます。だからまあもうちょっとね、こちらに来てね、育苗のこの土は今現在こうやってかき混ぜてますけど、今後変わる可能性あります。正直ね、やっぱり育苗の段階であまりよろしくないですね。だまあ千葉の段階ではね、ある程度確立したものがありましたけども、こちらに来てね手に入らないものがありますので、今後ちょっといろんな試行錯誤を重ねてね、やっぱちょっと 2,3 年かかるかなということですね。で、あとは均一に混ぜるということですね。まあこの配分だとか感覚はもう皆さんそれぞれだと思います。私はもうこうやって手作業でねずっとやっておりますんで、正直ね、コンクリートミキサーみたいに
建築とかその何ですか、流し込むのの機械ありますよね、混ぜ込むやつ、こういう縦型のね、それを1個あればね楽なんですけど、まあ中古でもどうですか、7、8万ですがね、 まだもうそれを買っちゃったらもうこういうかき混ぜる作業って絶対やらないじゃないですか。なのでね、私は行けるところまではこう手作業で行こうと思ってるんですよまあでもあとどうですか、60になったらもうそれ買いますこう手で混ぜてる元気はおそらくないと思いますね。なのでこれもあと5年ってことですか。まあずっとね20年間こうやってかき混ぜてきましたんでね、農業の世界、特にねオーガニックとか有機農業っていうのは多様性ということを求められるんですよね。畑が多様的であること。だけど例えばこの土を混ぜるね、この中はこれは多様性があってはいかんわけです。これは均一でなければいかんわけですね。そうしないと黒土が多いところと有機培養土が均一になってないと、苗の段階でばらつき出ますんでね、それはあってはならないことです。だからそのね多様性と均一性、作業においては均一であることがとても大事ですよね。草を取ります、除草しますね、草を取ってるところ取ってないところがあったらそれはいかんわけですよね。だから作業においてはほぼ均一性、正確性というものが求められますね。ただ生態系は常に多様ですから、そこの何が多様でなきゃいけないのかということと、何が均一でなくちゃいけないかということは、それは農業の世界においてはねしっかりと区別してある意味ね取り組んでいかなきゃいけないことなんですね。土作りは多様的でなきゃいけないんですね。ただやる作業においては均一でなきゃいけないわけです。そうですよね、畑に有機肥料をまく、堆肥をまくね、こういう畑があるとして、ここだけまいてここだけやっちゃダメじゃないですか。みんな均一にまかなきゃいけないわけでしょ、当たり前のことですよね。だけどもそれをまいてすき込んで、その微生物の世界においてはそれは多様性になるわけですよね。だから農業者においての均一性と生態系においての多様性、これをねしっかり自分の中で把握して、その世界と自分とをねうまく調整していかなきゃいけないっていうことなんですよ。そういう感覚ですから、よくね講演会などでも話しますけど、一般の方がオーガニック栽培あるいは有機栽培と思い描くイメージというものは、それはガーデニングであったりですね、なんかこう草が生えていたり種々雑多なイメージの圃場だったり畑だったりしますけど、それは私の畑とは違いますよってことですね。多様的ではありますけれども、40メートル1ベッド数百株が、それはキャベツなんですよ全部で、隣は白菜だったりするわけですね。だからそれはちゃんとした均一性で計画的に基づいて作付けされております。だからなかなかね、一株ごとキャベツ白菜ブロッコリーとそう並んでいるわけじゃないということですね。そういうなんかコンパニオンプランツ的な、なんかそういうイメージはありません。だからなかなかねその辺の感覚をこうお伝えするって難しいんですよ、口でね。それはね農業研修とか行ってねすぐ分かることですけども、このね均一にこれでまず耕すというのがねポイントになってきます。はい、大体こんな感じですか。こっちからこっちにずっとこうやって往復して2回ぐらいね、こうやって全体を下の方からねかき混ぜていきます。こうやってね、はい、これで土が出来上がりですね。もうこの育苗の土に関してはね、正直言って答えはありません。例えば山の土を持ってくる人もいます、赤土だけとかね、もうそれはもう皆さんバラバラですね、考え方もやり方もバラバラです。だから答えがこれっていうのはもうこれに関してはないんですよ。はい、特に有機栽培の場合はその辺はね皆さん
認証の雑種ジャス有機とかいろいろありますね。なのでこれはに関しては一概には言えないです。よいしょ。これやるとねちょっと一汗かきます。今日はちょっと午後からね、ちょっと行かなきゃいけないところがあったりしてちょい忙しいですけども、午後からちょっとそこの、こちらに来てね、ボランティアをで、作業とかをお手伝いいただいている方がね、まあ、建設関係の方なんですけども、こちらね隣の隣の私がいるところの隣の隣ちょっと離れたところで新規収納を予定している方なんですね。施設栽培です。いちごですね。でもちろん経験はねもちろんあまりないわけですけれども、いちご栽培となると施設ですよね。だ施設の見方だとかいろんなことをねちょっとわからないということで、よかったら時間あったらアドバイスが欲しいということでね、でちょっと様子を見に行ってきますね。こちらに来てねそういう形で新規収納も始めた方、これから始める方ね、何人か私が千葉時代から、動画をご覧になっていたようでね、それでこちらに来たということでお手伝いいただいたりして関係で交流をね今深めつつあるところですけどもね、ぜひね同じね、農家仲間としてね頑張ってっていうふうに思いますのでね、まあ施設栽培に関しては本当に有機栽培と全く違いますのでね、私の畑で露地でやってる栽培とは全く根本的に違いますので、私も全部をね、把握してるわけではないですけども、まあいちごはどうしてもね初期投資がお金がかかるので、いわゆる2段階ですね、おすすめ、話をしたのはね、最初はですからこういう普通のハウスをですね、私がこうやって今やってるこういう普通のハウスね、こういうちっちゃいやつね、まあちっちゃいっつっても3軒の10軒ぐらいですか、6メートル ×18 メートル、もうちょっと大きくてもいいと思うんですけども、そういうハウス2棟ぐらいでまずとりあえず始めてみてね、それである程度3年から5年ぐらい実際に作ってみてね、それでまあまあある程度数百万の収入があってという段階を見込んで、ね、いちごだけでいいわけですから、いちごの探索ということですから、いちごのそのやり方ですよね、ある程度やった段階でじゃあどういう資材が必要かって言って、それからズドンと設備投資をしましょうという話をねさせていただきました。最終的にはね、だからいちごの場合は本当に大規模にやろうと思ったら5桁ね、5桁って分かりますよね、1、10、100、1000、億ということですからね、5桁まで、実際に行く人もいればそこまで抑える、まあ、8000万とかね抑えればいいんでしょうけど、場合によってね5桁行っちゃうとそれはもうえらいことでございますのでね、人生をかけなきゃいけないので、よいしょ。よくあるいちごのいちご狩りツアー、いちご狩りをね観光農園でやってるところっていうのはね、皆さん行かれた方あると思いますけど、皆さんいちごを見られるかと思いますけど、私はいちごなんかには全く目も向けませんってことはないですけど、施設ばっかじーっと上ばっかり見てます。こうやってねすげーなすげーなっつってね、ガラス温室はねこれはいくらなんでしょうで、思わずやってらっしゃるスタッフの方にねこれいくらですかって聞きたいぐらいですけど聞くわけにいかないですけど、でもやっぱりね軽くそんなね、4桁以上はねしているわけですよね。まあすごいですよね、いちごの観光農園ねえさん、今回のことでね結構もしかしたらねお辛い状況なのかもしれませんけどもね、でも観光農園は本当にねまだまだ市場性のあるというかね、これからの産業だと思いますので、頑張っていただきたいなというふうに思いますしね、私もいつかね、ちょっと違う形でそういうようなこともね、こちらはもう何回も言ってますけど本当に名古屋駅っていうところからね30分以内ですから、本当にもう都市農業に当たるわけですね、都市農業に当たるわけなので、やっぱり全然ね、今本当に何回も言いますけどこちらに引っ越してきて半年でね、お知り合いになる方とか、結構そのいろいろ訪ねてきてくれたりする方とかがね多くてね、やっぱり動画を見てますという形で、それでこう、まあ、地域の、その地元のそのママさんグループとかと今ですね、
ちょっとイベントをやろうかなどね、いろいろ企画して来週あたりだから多分一応予定してますね。そんな感じでね、やっぱりもう千葉の成田時代とは随分ねちょっと方向性が変わってきてますので、まあ大体そういうことをねイメージしてこちらにね引っ越してきたわけですけれども、やっぱり都市農業には都市農業のやり方、ただ私の場合は普通の露地栽培ですので、露地の有機栽培ですんでね、ちょっとその辺ね、これからまたどんどん変化させつつね、いろんなことに取り組んでいこうかと思ってますけどもね。さあどうなるかということでございます。よし、よし。今年の冬はね、おそらくどうですかね、どっかちょっと何かの、まあ今までもそうだったんですけど、よいしょ、ちょっとあんまり積むとあれかな、ちょっとですね、毎年ね、これはもういらない、冬を中心にね、今年はおそらく、燃えちゃった。よいしょ。イベントを仕掛けたりね、今年は積極的に、今年からというかね、やろうと思ってます。もう顧客獲得という意味もありますしね、こちらにまだ来て、土地勘とか含め、なかなかね、最初はね、いろんなことで名前を売っていかなきゃいけないとかいろいろありますんでね、頑張って今年の秋冬ちょっと落ち着いたらね、いろんなことを仕掛けていきたいなというふうに思ってます。蚊取り線香がこうどっかぶら下げてるとね、次々落ちてっちゃう。よし、ということでね、育苗バイドね、よいしょ、最近Facebook なんかでもね、まあ YouTube の関係で Facebook なんかチラチラちょっと覗いたりする機会がね、ポツポツ多くなってきて、なかなかやっぱりその SNS でのその農家さんのつながりとかね、レベルは本当に日々日々ね、3、4年前ともう今雲泥の差ですよね。すごくレベルが上がってきてると思います。本当に優秀な農家さんが本当に最近多いなと感じますよね。素晴らしいですよ。今日巻くのはね、もうズドンズドンズドン、芽キャベツ、カーボロネロ、ドルチェオーレにキャベツですね。今日から新蘭から金券201へと品種が変わりますね。まずは新蘭ちょこっといきますか。やっぱりその本当に情報発信をされている、まあ、農家さんもそうですけど、本当に普通の農家さん、本当に皆さん優秀な方が多いですねと本当に感じますね。私も本当にうかうかしけ捨てられないなということでね、頑張って、ついていかなきゃいけないなというふうに思ってますね。よいしょ。よいしょ。まあこの YouTube もね、まあ引き続いてずっとやるんですけど、たまにちょっとね、忙しかったりするとやっぱり、なかなかね撮影ができないのであれなんですが、まあでもどうですか、私も今年おそらく来年まででおそらく2000本以上ね動画がおそらく出来上がると思いますね。それでもね、参考にされる方はね、アーカイブ過去動画をね見ていただいて検索かけていただければね、いろんな、まあ実質10年やってますけど、実質どうですかね、ぎゅっと詰めれば5、6年ですかの過去動画がね、主に千葉時代の大規模栽培の時代のものが多いですけど、そこでいろんなねことをやったことがそのままね、過去動画をご覧になっていただければね、参考になる部分もあるかと思いますんでね。愛知からね、今こちらに来てからね、ちょっとまた、方向性変わってきますので、これからちょっと配信するのはこうやって もちろんね、畑の野菜の作り方は中心にありますけども、またいろいろね、ちょっと経路が変わったようないろんなイベントのことだとかなんやかんやはね、もうまた配信していければなとは思ってますが、よいしょ。
やはりあのね、こちら地域に来たらやっぱり直売所をどっかにやっぱり作りたいなというふうに思いますよね。直売所をやっぱりある程度なんですか、地場のね、地元のということで、こちらはねまだあれですよね、こうどっかにあるんだと思うんですけど、僕はまだこっちの土地勘がないのでね、あれですけど、道の駅みたいなのがそれほど関東に比べればそんなに数は多くない感じがしますね。もちろんどっかにあるんだと、この辺ね、東海地方はもちろんあるんだと思いますけども、そんなにこう数がね、関東はもう本当にもうどうですか、一つの町に2つ3つあるところもありますもんね。本当に私がいた千葉茨城は本当にもう道の駅だらけという形でね、その規模のね大小もありますけれども、本当にすごいですよね。すごかったですけど、もう観光バスが止まるようなところありますからね、本当に道の駅さんもね。ただあれももう一段階一巡はしたかなという感じには思いますね。ただどうですかね、直売所のあり方もね、多分いろんな直売所があっていいと思うんですけども、もう少しねこう生産者のその下がね、もっと田舎っぽさというか、そのやっぱりすごくこう綺麗なのが多いですよね。コンクリートだったり、そのどうしてもそういう何ですか、来るお客さんに対して失礼のないようにというね、すごくそういう配慮をもちろんね感じるのは、それはそれで素晴らしいですけど、トイレが綺麗なのはそう、もちろんねそれは素敵だなと思うんですけど、そんなにね施設を綺麗にする必要は本当あるのかなというふうに思うんですよね。むしろねこういう土間でいいんじゃないかっていう、昔ながらのねそういうこう土間にこうなんていうんですか、単管パイプみたいなので、それでこう ござかなんかでこう屋根を作ったりね、そういう方がなんか意外と都会の人なんかはね絶対に、あこれおしゃれだなって思う要素の方が多分多いと思うんですけどね、なかなかそういう、その辺のこうなんていうんですかね、ちょっとした感覚のズレっていうのはね、まあよくあることでございますがね、お金もかかりますからね。まあでもそれ辺はいつか必ずね、ちょっと時間かかりますけどね、取り組んでみたいなと思うわけでございますね。まああともちろん飲食展開もね、こちらで、もうこの本格的にスタートはこの夏からになりますけどもね、カフェさんの方ですね、出店をお願いできないかという話もいただいてまして、野菜を納品すると同時にちょっとしたその野菜を持っていく同時にミニマルシェみたいな、マルシェみたいなもんですね、そのカフェだとかそういう空きスペースの前でカフェを開くのどうですかみたいなね誘いの話があったり、ですね、前質問ありましたけど、そういったマルシェは昔は出ませんでしたけども、最近出るようになったのはなぜですかって、なぜでしょうね、やっぱりもう千葉はやっぱりもう本当に畑が広くてね、生産っていう形、生産を中心でしたけど、こちらは生産というよりもね、まあもちろん生産やりますけど、消費者との交流だとか、やっぱり販売だとかね、なんかそういうノリに近いんですね。やっぱりまあ郷に行っては郷に従いということで、都市農業ですから、やっぱりマルシェだとかそういうこう何ですか、販売の形を抜きにして農業は語れないのかなというふうには思いますね。よいしょ、まあちょっとまだねバタバタしてますんであれですが、いろんな形をね考えておりますので、こうご期待ということですが、さあそんなことでこうやってね、今日は 1000枚以上、1000株以上ねちょっと巻かなきゃいけないので、この1枚やったらとりあえず午前中でなんとかね型をつけなきゃいけないですから、今日はあとキュウリですね、キュウリの4番手を巻きましたですね、これでキュウリも後半戦に入ってきますんでね、今年はキュウリはねできるだけ引っ張って10月末ぐらいまで、11月入ったらもう多分ね出さないと思いますけども、できるだけね、今年はスタートが遅かったですから10月末まで引っ張るようにね、品種をちょっと変えてですね、
やろうかと思ってます。まあ全部もちろんね、うちは自媒栽培ですけども、今年は台風はどんな感じですかね。去年は本当にね、屋根もハウスもやられましたんでね、ちょっとで電気のない生活をね2週間体験しまして、まあまあえらい目にあったわけですけどもね。まだ千葉で本当にみんなハウス結構ね、周囲の私がいたところの周囲皆さんハウスね吹っ飛ばされた人は本当に多かったですからね。復旧しましたかね、どうなんですかね、ちょっと心配ですよね。よいしょ、もう懐かしい感じがねすでにしますけれども、よいしょよいしょ。さあそんなこんなでね、ちょっと忙しいですよと。これで1枚ということで、あと多分10何枚ね。これはキュウリですね。さあ以上、本格的な育苗が始まりましたという動画でございました。以上です。